始まるよ。どうもみなさんこんにちは、たりまこうじゃのアンドゥです。今回もドッキリ神回4、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。来ました、ステージ13、泡回避いきましょう。なんだ泡回避って。あれか、シャンプー使いすぎたとかそういう展開だろ。なるほどね、温泉かどっかにいるわけだ。でも特に今のところね、回避するものもないんで、一旦普通に洗ってもらう。はい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 、シャンプーでね、頭をしっかりと洗う。バカか、目は閉じろ。あ、じゃあこの育毛って気になるな。これじゃない？わかった、髪が短いから目にかかるんだ。だから髪を伸ばすことによって目にかからない。なんだ、なんかあるんじゃないか。あ、タオルを手に入れましたよ。このタオルを渡せるか。あ、そういうことね、素晴らしい発想。これでもう間違いは犯せない。目に入るわけがない。これで目だって。あ、見て、窓ガラスが吹けたぞ。で、なんだ、後ろに何かいるぞ。あ、シャンプーハット。あ、そういうことか、これだ。シャンプーハットを使えば目まで泡は来ない。そしてシャワーを流すことによって、素晴らしい。じゃあステージ14、心霊回避いきましょう。来ました、心霊回避ね。はいはいはい。あ、なんだ、トンネル立ち入り禁止って書いてある。絶対あいつ終わったわ。で、電話か、とりあえず電話かけるか。すいません、僕の友達がみたいな。あ、電話使えない。え、なんか近づいてきたぞあいつ。あいつ怖い。なんだこの井戸。あの井戸は非常にまずいということが分かったんで、なんかトンネルの運がおかしくない？なんだこれ、マガ玉？このマガ玉、あ、マガ玉いっぱいある。もしかしてこのマガ玉を探せってことか。あいつが来る間にだ、そういうことだ。どこだ、マガ玉まだあるか。いや、マガ玉はもうないぞ。こいつに渡すのか。いや、でもマガ玉関係ないのか、もしかして。ここは、ああったぞ、マガ玉が。あ、電話鳴った、今。間に合う、今ならいける、今ならかけられる、助けてください。はめられた、完成しました。最強条例アイテム、マガ玉。これでお前を成仏させてやるよ。くらえー。え、あ、最後の切り札だ。このお札で全てを終わらせてやる。消えろー。よっしゃ、あぶねー。奇跡起きたわ。お前よく生きて帰れたな、マジで。おー、怖ー。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。